山脇延吉2月7日から1941年4月26日は、日本の実業家、地方政治家、農政家、兵庫県会議長を3度務め、晩年には、帝国農会副会長も務めた、神戸電鉄の創業者、郷は白山、1875年兵庫県有馬郡塩田村に、生まれる。山脇の祖父は、三田から沿電へ移ってきたという。 父厚倉は、農業、米国省、酒造業を営む有力者で、道場銀行も営み、村長、農会長、軍会議員も務めた。兵庫県人城中学校から第五高等学校を経て、東京帝国大学工科大学に進み、土木工学を学んだが、1899年、父の休止により、大学を中退して、家業を継ぐ。 1900年12月に一年志願兵として陸軍不評第20連隊に入隊。1903年には不評少位に任官する。1904年に日露戦争が勃発すると王将従軍、小隊長、中隊長代理として転戦し、戦争中に注意に進級。両用海戦での抜群の主君により、従名位君六等工四級を授けられる。 1906年に時退後は、帝国在京軍人会有馬軍連合分会の会長を10年務め、その多年の功績から、呼び役ながら、退位に進級する。日露戦争から復員後の1907年9月、兵庫県会議員選挙が実施され、山脇は、周囲から候補に推薦される。が、本人は故事し、さらに、たまたま病で、 選挙運動も行わなかったにもかかわらず、初当選する。1915年には、道場村長に就任し、1919年に、県会議員に再選を果たした後、障害県会議員であり続けた。その間議長を3度務め、晩年は最古参議院として、重きを成した。父の代から構想を描いていた、有馬軍を南北に走る鉄道のために、 山脇は1907年に三田リマ間の鉄道敷設免許を取得していたが実現できなかった。一方で政府は民間の鉄道同士意欲を進行すべく認可手続きや線路敷設条件を緩和した軽便鉄道法を1910年に交付し、翌1911年には軽便鉄道補助法を交付した。山脇はこれを契機に1913年、 京弁鉄道として鉄道不設免許を申請し、翌1914年に有馬鉄道に大使免許状がカフされることになった。1915年4月16日に開業にこぎつけるが同時に鉄道員が借り上げ、国有鉄道線と同様の運営が行われた。1919年に正式に国有化され、有馬京弁線となった。 1919年11月に兵庫県で行われた陸軍特別大演習では大正天皇臨席の下、御午前公演を行った。以前から必要性が叫ばれていたが難工事や採算の不安から実現されていなかった神戸と有馬軍一帯を結ぶ鉄道につき、1922年11月に山脇ほか7人が有馬電鉄の名で、 不設免許を取得したものの会社設立が遅れ、1924年に神戸有馬電気鉄道と社名を改め、山脇が初代社長となる。南航寺の末、1928年にありません、三田線が開業する。1920年に兵庫県農会の特別議員に就任し、翌1921年には、 兵庫県農会長と兵庫県畜産組合連合会長に就任していた山脇は1931年の昭和農業協行に際して農村の自力構成を提唱し関西二府十七県農会連合会の理事長となる。1932年7月20日には自力構成運動が白根武介兵庫県知事によって昭和天皇に上奏され、 山脇も政府に意見書を出して、農村救済費の予算計上と農林省経済構成部新設が実施され、国の農村振興の根本策となるに至った。山脇はこの自力構成を提唱し続け、全国で講演して回った。1939年、農村の税制改正を実現させて、帝国農会副会長となり、翌1940年に、 内閣の内審議会特別委員となった。このほか兵庫県山林会長、兵庫県販売購買組合連合会長などを歴任した。また、自ら来年の品種改良実験を行い、新種、横綱の開発に成功する。1941年4月26日、外国へ旅立つ自助夫婦を神戸港へ見送ってから、兵庫県軍士の会長会議に出席。 帰宅ご就寝してから夜10時過ぎに休止、去年67。葬儀国別式は、道場国民学校校庭で行われたが、自宅出館から校庭まで創列が続き、国別式終了後も校庭から墓所の関税寺まで約1キロメートルの間を途切れる、ことなく創列が続いたという。山脇延吉を聖徳費1943年4月。 県農会や有馬郡町村会、神有電鉄などの趣旨と、全国から集まった募金さらに帝国在京軍人会、有馬軍連合分会などの奉仕活動によって、聖火に近い道場川原駅西隣に、山脇延吉を聖徳碑が建立される。大二記号は、日露従軍時に上官だった、予備役陸軍大将、本城茂、専文は、 帝国農会副会長就任時の農林大臣で、当時帝国農会長だった白爵、坂井忠正。1968年、旧有馬軍学長と農業共同組合、神戸電鉄が主催して、聖徳日前で法要が営まれ、坂本勝前兵庫県知事や宮崎達夫神戸、市所役が参列し、坂本は、長寿で声を詰まらせたという。 1990年4月18日、50回喫水等式が行われた。鉄道のほか、向こう側、有馬川をはじめとする河川の改修、阪神大水害の復興、県会議長として、国道2号の完成をはじめとする道路網の整備、さらに農業試験や学校、病院の創設に尽くした。特に土木、治水工事は、帝大時代に学んだ知識を活かして腕を振るった。 水害からの復興に対する村民の感謝は、有馬口駅近くにある水難費の裏面に刻まれている。農業政策に明るく、農政問題で、検討局が少しでも気に食わぬ答弁をするとたちまち、大声で叱咤するので、雷をやじと恐れられたという。兵隊に取られるものは農村に多いのに、農民の税金が商工業者より高いのは、不公平だと、税制改正を訴え、 農林大臣はもちろん、内務大臣や陸軍大臣、海軍大臣とまで談判し、税制改正を実現させた。何事にも、積極的で、全身全霊を持って取り組み、太っ腹で頭がさえ、温情があった。勝負時は、一切せず、娘がトランプを買ってきても叱りつけた。酒は三升を平気で飲んだが、死の十年ほど前からは一滴も飲まなくなった。書賀をたしなみ、 従軍中も部下に記号を頼まれると、ダルマの絵に自力構成の字を添えて色紙を送った。号は城山といい、自宅近くにある松原上司にちなむ。ありがとうございます。